2020年パチンコパチスロ業界に新たなヒーローが生まれた。さあ始まったわ新番組デコボコ戦隊全逃げ版。マリーロギー準備はいい？両様準備バッチリでございます。バッチリです。今回、はい、レッドとブルーを返してほしければ5万枚用意しろと相手が言ってきたわ。仲間を取り返すべく始まったこの番組、青山とマリーは凱旋スタート。すると私4枚目を投資3万3000円で712ゲーム当たりました。ようやく AT をゲット。しかし残念なことに単発終了。行くか、マリーが頑張ってるなら。この後コインを飲まれて総投資4万円で前半が終了。後半戦頑張ってくれよ。そしてマリーはというと5枚目これでリセットなら天井行きます。リセット天井に夢を託すマリー。しかしマリー痛恨の AT 当選。投資4万2000円しかし、ここで汚名返上。赤扉から赤七揃い。みんなで赤七ね。そして結果はワンセットも上乗せできずに終了。ただこれでもうワンセットあるんで900枚ぐらいはいくんじゃないかなと。そしてロギーはというと前半戦熱いリーチはあったもののほぼ見せ場はゼロ。せめて見せ場をくれよ見せ場を。それはこっちのセリフだロギー。後半戦気を引き締めて頑張れゼニゲバン。仲間のために。前回見てない方のために説明しよう。この番組はカレー大好き汗だくだくパチンコやらせたら超一級品ロギーこと足ロギー人。そして筋肉はないが頭脳で勝負頭脳派プレイヤーマリーことマリブ鈴木。ラストはむさ苦しい男どもの中に咲く一輪の花亮様こと青山亮。題してデコボコ戦隊全逃げ版。よろしく。聞いて驚くな、5枚目だ。何をやってるんだ私は。まだ出てないよ全然弾もないので。さあそれでは後半戦も行ってみたいと思います。残りが1セット、でダイヤ2連とかで上乗せしてたらもうちょっとあるかもと。はい、ということで、ね、後半戦、頑張っていこうということでですね、あのお昼に、ロースカツ定食を、美味しくいただきまして、いや満足満足と、帰ってきたところですね、あの私手袋を忘れてきちゃいまして。あれあなた手袋は？いやなんかカツ丼屋さん美味しいなと思ってたら忘れちゃいました。どこに？カツ丼屋さんに。多分あんたあれだよ、今日当たり一回も引けなかったら次回は体に黄色く塗るからペンキ。全裸で全部裸で。じゃあ頑張ります、一回出る。お前の裸見たくねえから早く当ててくれ。なんか起きてくれ。3番目激アツ激アツ。いやーチャンス。ダメか。さあ3セット終わって942枚。まだあるかもしれないですけど基本はここで終了だと思います。鏡がいっぱいもない。おこれでは当たってないよね。これでは当たってない、赤棚中の、フェイク2連とかそこでストップしてたんだと思います。すげえ複雑なことになったけどこれでは当たってなくてもともとあったと。これはラッキーパターンだな。確定ではなかったんでとりあえず
かこうぐらい。さあ前半戦を振り返っていくと、マリーが、4万2000円投資で今まだ GG 中、赤7引いて3セットまでは確定している状態ということでしたね。でロギーは、まあ、ぼちぼちイーダーには座れたんだけれども、2万弱使って当たりなしと。で私、現在4万1000円使って当たりなし、持ち玉なしと。一番ひどいです、最悪です、分かってます。偉そうなこと言っといて、こんな結果で終わるわけにはいかないんですよ。可愛い2人の部下たちのために頑張らないと。状況良さそうな刑事までたどり着いたんで、まあ機体も少ない状況で、角台ですからね、しかも内角、あとは当てるだけと。食べちゃったんだよなお昼、カツ屋行っちゃったんですよ。完璧でしょ、もうゼニゲバンに足りないところがもうない。足りないのはレッドとブルーだけ。あと出玉な、出玉を絶対忘れるな。まあ、前半戦での、負債が約8万円ぐらいですか。まあ、またマリブさんが伸びる可能性もありますし、これで2万発ペット出してればいいんですよ。まあ、でも言うて僕いろんな番組で、出させてもらう機会ありますけど、基本的に後半戦にねめちゃくちゃ強いんで、確実にね後半戦はいつも出してるんで。本当かロギー、任せてほしい。いやー任せた、頼んだぞ。そして2万発出して僕はほっぺに宙をしてもらいたい、王様からの宙をいただきたい。2万発じゃ無理だろ。いやーダメか、ここまでなのか、ここまでなのか。4連まで伸びたけど、あー1202枚もう一個は厳しいんじゃないかな。一応最高で5連なんですけど、可能性あるのは、あーただここは薄いと思うな。あれ、いきなり鏡。まあ2回目だ。もう一回鏡来たらあります。ダメか、あーダメか、残念。一旦4連。これじゃ全然足りないな、マリー。そういえばブルーが誰だったか思い出したんですよ。ご飯食べてたらポッと出てきたんだけど、ブルーあれじゃない、松田翔太じゃなかった。我々5人で1つでしょ。レッドがもじゃもじゃがいて、丸っこいイエローがいて、ピンクの私がいて、緑のマリーがいて、それだけじゃ足りなかったのは何かなと思ったら、松田翔太だったんだ。足りなかったのはもうズルズルじゃない、ブルーは絶対松田翔太なんで、5万枚出したら来ますよ、来てほしい。ほんと頑張ろう。一回病院で見てもらえ。はい、報告があります。報告、報告がある。何だろう、何かしら。二人でどっか行ったよ。どうしました。なんか手袋なくしたんだって。カツ丼屋さんに忘れてきたと思うんですよ。なんか俺まずいことをしたからって。違うよ、え、手袋をなくしたと聞きつけた本部が、はいはい、送ってくれたの。え、手袋これじゃないっすよ。いやこれ本部から来たんだ。いやちょっと待って、ちょっと待ちましょうか。じゃあ一旦つけてみていいですか。うん、今はさ遊んでる場合じゃないからさ、そんな暇ないのよ。すごいね。春キャベツの色ですよこれ。いやすごいね。いやいやいや、あとじゃあこれ800枚だって。あっけ
高いんだよ。800枚。ロギーが手袋なくしたっていうから本部から手袋が届いて800枚だって。本部のやつ高いんだよ。返しなさいよそれ。あんたたちがちゃんとしないと松田翔太が帰ってこないんだよ。ちゃんとして。でも一番使ってるのりょうさんまです。りょう様に理屈を言うなよ。ごめんなさい。ロギー、りょう様関係ないんだから。だって私のために二人頑張ってくれるんでしょ。はい、はい、おっしゃる通りです。ただちょっとすいません、いいですか。これ多分あの弾が反応しないんですけど。これでも分かるの？感覚分かんない。ああ、なんとなく分かる。なんとなく分かる。感覚分かんないかも。だから、おっぱい触ってみなよ。あ、じゃあ、ちょっと感覚は分かる。感覚は分かるかどうかで、ちょっと。りょう様、刺激が強すぎるよ。りょう様おい見たかよ。ここもこんな広い人です。自ら来たぞ、りょう様は。外国のやり方ですけど、俺たちまた頑張れる気がする。頑張る。頑張ろうみんなで。あ、じゃあみんな出していきましょう。ちょっと手袋が見当たらなかったらしく、本部からあの新しいのをね頂戴したんですけど、ちょうどあの2枚目が終わりまして3枚目行かさせていただきます。そしてこの手袋、前の手袋より圧倒的に使いやすいです。ありがとう本部。全然滑らない。あと問題はこれ、ハンドルが反応するからです。ハンドルが反応したらもうオールオッケー。今日はゴム手袋をしてハンドルが反応するか試してみよう。いや、弾出るんだ、すげえ。弾出たね。皆さん、ゴム手袋でもパチンコを打てます。3になります。8と7がやっぱりいいから。ただ保留変化がないっすね。あ、変わる変わる。赤緑。いやでもまだバイブってるし。皆様、赤保留に変える必殺技使ってください。今すっごい真剣なんだけど赤台風やってください。ちょっと今いいところだから邪魔しないでよ。赤とか言ってるから外れたんじゃん。すいませんでした、僕が悪かったの。いや、りょうさん今日やってることがなんか呪文全部外れてるし。いやでも今のはさ、ロギーがいなきゃ当たってたよ。俺のせい。ロギーの周りにいるとダメだろ。行かない。ロギーのことも傷つけてしまった。ロギーのせいじゃないのに隣でぐちゃぐちゃずっとうるさいから、もう集中して最後までやりたかったのに。豪華タレントたちが多数出演、人気テレビ番組が YouTube で見れる。充実のラインナップで配信。毎週月曜配信、ブリッジと光の面白いテレビ。毎週月曜配信、エリンゲバ。毎週火曜配信、嵐の松本。毎週水曜配信、逆転逆。毎週木曜配信、魚拓男性の月とすっぽんぽん。毎週金曜配信、どうにか貧乏家族。さらにオリジナル番組未公開シーンも定期で配信予定。メンバーシップに登録して限定動画を楽しもう。ベストもどしどしお寄せください。サイトセブン TV。 あの人気ライターがあなたのスマホに降臨。4000本以上の動画が見放題。
ここでしか見られない限定動画やあの人気番組の最新作まで多数配信。サイト7TV プレミアム。